皆さんこんにちは。一緒に遊ぼう。公式パートナークリエイターニニカンタです。今日の動画は暴言への対処法をご紹介させていただきます。平和だったカイア島も人口人数が増えるにつれ、くれぐれや暴言キッズが目立つようになってきました。今もなお暴言キッズに悩まされている方もいらっしゃるかと思います。こんなことを言われたとき、皆さんはどう対処していますか？このように自分ができることを最大限にやり返したいという気持ちもわかるんですけれども、実はこの行為、逆効果なんです。相手を喜ばせてしまう場合もあるので、相手にするのをやめましょう。まずはみんながどんな対処をしているのか聞いてみました。何気ない一言でもやっぱり傷ついたり怒ったりする人もいますよね。ブロックするのもいいかもしれませんね。ブロックをすると今後その人のコメントが表示されなくなるんですよ。ただ謝ったりしてるコメントも見れなくなってしまうので、そこだけは要注意ですね。信頼してる人に相談、それもとってもいいかもしれませんね。人に愚痴をこぼすだけで泣くになったりすることありますよね。皆さんそれぞれ解決方法があっていいですね。私のおすすめはこちらです。耳に蓋をします。簡単に言うと仕方をするっていうことですね。私は暴言を吐く人が悪いんではなくて、その周りの環境が悪いんだと思っています。家族や友達、周りが当たり前のように暴言を言ってるので、それが映ってしまっただけだと私は思っています。だから暴言を吐く人って結構かわいそうな子だと思うんですよ。だから野良犬に吠えられたと思って気にしないであげてください。ブロックや通報のおかげでくれくれや暴言キッズは減ってきてるとは思います。でもこのゲームって本当に面白いので、どんどん人口人数も増えて、やっぱりある一定の人数、そういうくれくれや暴言キッズがもう増えてくるとは思います。そんな時にニンニクハンターが昔こんなことを言ってたなってちょっとでも思い出してくれたら嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。これからもニンニクハンターチャンネルでは一緒に遊ぼうの動画をどんどん撮っていきます。できましたらチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。